幸福実現と報道すると中国共産党が一番嫌がるんです。今中国共産党の習近平という次期国家主席の目の上の三角、これ幸福実現党なんですよ。私たちは受けて立とう。だから私が中国でこんなことをやってると直ちに公使権でしょうね、銃殺権でしょうか、そういうお国柄ですよ。だけれども NHK も大手のマスコミも人手に取られてる、人質ですね、人質に取られてるから親中的な記事は書くけども、その中国を批判する幸福実現党のことは一度も報道しない。わかりますよね。報道機関も中国に特派員やその家族を置いてて人質に取られている。日本の自衛隊がそれを助けてくれない、法律的に助けられないから、 NHK も大手の例えば朝日さんなんかも幹部が言うんですよ。お話を聞くと幸福実現党さんのように本当のことを報道したいんだけども、報道すると中国の法人がどんな目に遭わされるか分かんないから、ちょっと色気を出して中国に優しい記事を書いているんです。私は言いましたよ、 NHK さんにも朝日さんにも、あんたそれでマスコミの使命正義を貫くことができました。そんなことをしたらかつて日本が戦前真っ暗闇の戦争に突入した時のような、そんなマスコミになりますよ、警告ですって言ってきました。まあ同時にやっぱし法人を助けに行けるだけの法整備を幸福実現党はしなきゃいけない、そう思いましてね、この間自民党の総裁になった安倍さん、石破さんを激励しました。本音が聞こえてきたんです。まあ安倍さんと私は同郷だから講演会にも入ってますから話は少し聞いて本音も聞きましたよ。そしたらね、まあ自民党の今執行部の皆さんも